アンコールアンコール寺院の近衛、ヘンドリック・インディアックは、オランダ東インド会社の社員で、第29代、第31代のオランダ召喚長。インディアックは、アルクマールで、交渉人を務めていたが、35歳の時に、東インド会社に入社した。彼は、大将官の福マーチャントとなり、1665年には、カンボジアに平和交渉に赴いている。 その際、アンコールワットを訪れ、現地の女性と結婚した。アユタヤーサのナーラアイオーは、コスモポリタン的であり、外国人に対して、好意的であったが、外国からの影響に関しては疑念を有していた。オランダと英国の会社が工場を建設し、アユタヤの外国施設がパリとデンハーグに送られた。様々な国と関係を持つにつれ、対応室は、 オランダとの関係を強化し、フランスやイギリスの影響が強くなりすぎるのを防いだ。1657年、インディアックは日本に移動となり、デジマオランダ召喚の自席となった。1660年には、召喚長に昇進し、息子と娘、そしておそらくは妻を伴った。インディアックの息子は、父と共に、江戸に赴き、将軍、徳川家綱にも配慮している。 1661年、インディアックは、フレデリック・コイエットの下で、オランダ領台湾の副長官となった。しかしながら、ゼーランディア城の陥落前に、実際に赴任できなった田中は不明である。1662年に、インディアックは再びデジマの召喚長となった。さらに、1664年にも、デジマ召喚長に任命されたが、 出発前に死亡した。彼の妻はすでに死亡していたため、子息は一時的に児童養護施設に預けられた。後見人は母の母国で彼らの引き受け先を探したが、結局オランダに向かい、そこで結婚している。ありがとうございます。